ちょ、あっちゃんです。今日のあっちゃんちの晩ご飯は鶏のうま塩煮っていうことでね、塩の煮物と、もちろん海水天然塩です。で、ポテサラと、サラダ、ドレッシングはね、あっちゃん特製夏みかんと玉ねぎの、ドレッシングで、つるむらさきとオクラの酢の物で、卵焼きで、鶏の皮の炒め物、鶏皮カリカリ炒め、お味噌汁は大根と、揚げさんのお味噌汁で、ご飯がね、かぶご飯、かぶらご飯です。ではいただきます。はい、ということで、今日のあっちゃんちの晩ご飯できました。いただきまーす。かぶらご飯。うん、おいしい。山芋は美味しい。うん。初めてね、塩の煮物ってば、ご飯があって、1:1:1:100っていうね、ね、作ってて、水100に対し、酒みりん醤油を大さじ1:1:1:1やねんけど、なんか塩にしたから小さじ2回だもん、ね、塩やから多分ね味入るなと思って、だから酒1みりん、あ、酒大さじ1みりん大さじ1で塩を小さじ1にしたんだ。で今回は 300cc の水に酒大さじ3みりん大さじ3塩小さじ3要は大さじ1にしたらばっきり完璧。おいしい。うん、うん、いいよ。うん、ね、ポテサラ、うん、やらないで、これは今回のやつ初の試みやねんけど、夏みかんはね一玉90円でだから買っていて、夏みかんは半分使ってドレッシング作ったのよ。うまい。うん、醤油ベースじゃないの、塩ベースにしましょう。うん、うん、鶏皮のカリカリ美味しい。今回ね、鶏もも、鶏ももの皮を外して、その皮を炒めてカリカリに炒めて、鶏皮をね、油を使わずに炒めていくの。まあフライパンくっつくやったら予備油の時にちょっとだけ入れてもいいんだけど、僕からも使わへんけど。鶏油から、鶏皮から油がめっちゃ出る。鶏皮の油を出して、その油で炒めていくって感じ。だから鶏皮の油が出た油を使って食べていくから、うまいね。鶏の旨味が凝縮した鶏皮炒め。カリッカリね。
あ、これカリカリしてるの。カリって焼けたら美味しいね。で、出てきた油をね、瓶詰めしといたらね、固まって、ラードみたいになった。鶏のラードみたいになって。ごめんなさい。いいよ。もう塩だけで食べられないけど、鶏皮の炒め物めちゃくちゃ美味しい。まあおつまみに最高です。よかったらやってみて。動画作ってないけど、今度するかもわからない。鶏皮、よう昔スーパーで鶏皮だけ買ってやってるんだけど、よう考えたら鶏ハム作るときに皮むくよ。それでやったらやってやってて、結構鶏胸と鶏皮とって2つの料理できるしね。なんていうの、貧乏から生まれた対策料理やだけどね、これね、数年前夏にハマった釣り紫、これ美味しい。おひたし醤油と鰹節だけでも十分美味しいんだけど、あっちも夏さっぱり酸っぱい方が好きやから酢のものにするんだけどね。オクラもポン酢、自家製ポン酢、酢1、醤油1、すだちが好きなだけ。まあ自分加減で作ったらね、簡単にポン酢作れるんだよ。無添加ポン酢、無添加ポン酢でも1週間とか全然持つから、もっともつけどね、一応消費期限は1週間ぐらい焼き上げときます。何でもいいけど簡単に作れるから、家にあるとすると、ちょいと、すだち搾りだけで作れるし、すだち搾り汁こうといたら、もうそれだけで作れるから、いつでも作りたて食べた方が美味しいしね。作りすぎたら冷蔵庫で残しとけるよって感じになる。ドレッシングもそう。もう無添加。ドレッシングは動画であげるけども、夏みかん、玉ねぎ、生姜、で、酢、オリーブオイル、あ、残りに醤油か塩、か塩ね、どっちでもいい。今回醤油と塩両方入れたけどね、こんな感じで、あ、にがりちょっと入れた、こんな感じで、ブレンダーで、いやーって巻いたら、簡単にできる。玉ねぎを大根にしたらおろしドレッシングになるし、人参に変えたらオニオンじゃうわ、ね、キャロットドレッシングになるし、で、そこにニンニク入れたらちょっと辛み出て、風味出て美味しくなるしね。生姜をニンニクに変えてもいいし。ドレッシングっていろんなパターン作れるんだよ。だから、なんとなく作れるんや。自家製ドレッシングを作ってみてください。うまい。塩ドレッシング美味しいな。大根と揚げさんがめっちゃ美味しいよ。やっぱりね、今日も、お買い物しようか聞こうかしてへんかったけど、ちょっと道の駅行って、そんなに買わへんかったね。かぶらご飯がすね、かぶら買いに行ったわけ で、ついでにいろんなの買ったけど、紹介するほどでもか、口入ったら分からへん、紹介するほどでもないかっていう感じだったんで、せいかせえへんかったけど、かぶらとね、あと、ラディッシュとか、ね、レタス、あ、キャベツとか、ね、オクラとか、パプリカとか、あんなもんも買っちゃう。あと、じゃあ緑。あ、てあてあて。まあ、領地さん、この土地で、今の季節に、この土地で採れたもの。
昨日か、おとつか4日の動画でも言ってると思うね。で、その土地で採れたものを食べるってすごい大事だね。だから奈良で住んでる人は慣れたと思う。だって奈良で採れたものやったら今採りたてすぐ食べれるから、ね、この血が覆ってるんじゃなく土から出たすぐに食べるっていうのは大事だからね。吉尾兄さん41歳なんでんの、吉尾兄さん年いったな、覚えてる、ちょっと見とって、ね、吉尾兄さん、今も出てないの、もう今出てない、違う人に変わってる、吉尾兄さんおっちゃんなんだ、めっちゃおっちゃんになってるよ、ね、この、ね、だから道の駅とかあったらね、そこで買うっていうのがいいんだ、自分とこの近くの採れたて野菜がいいんでね、できたら道の駅とか、あとあの無人販売とかあったらそこで買ってもらったら最高やね。スーパーに並んでる時点で色とか取り寄せられてるから、色の野菜はあるけどね、やっぱりハウスものとかね、やっぱり不自然に季節と違うもの、なんでそれがあかんのか言ったら、不自然に今できるはずのないものを作るってなると野菜にストレスがかかってくる、だから病気になる、だから薬品を使って育てて危ない、だから薬品とか、農薬とかね、そういうのを使わずにね、天然の畑でちゃんと無農薬で使えるのが一番。ただ言えることは、無農薬を手に入れるのが難しい。ここはね、探すのが難しいんだよ。うん、それを見つけて食べるのが大事なんだよ。地元の今の季節にとるものを食べましょうってことで。だからあっちゃんは今回、今夏の野菜、つるむらさき。まあ、ネバネバな、結構ネバネバな、紫のこの液体ね、気に入れると紫の液体に、だからつる紫っていうの、このつるの食感とネバネバ、もっと細かく刻んだらネバネバになる、このそばに乗せてね、これとオクラと納豆と一緒に混ぜてネバネバにすると、あ、山芋も体に夏バテ防止にいいものになるね、地元の野菜を食べる大事です。ということで今日のあっちゃんちの晩ご飯、まだもうちょいのことでみんなで喋りながら食べたいと思います。ではごちそうさまでした。ということで今日この辺で終わりにしたいと思います。またね、バイバイ。